everyone, it's me, Chikisa. 今日は皆さんに何をシェアするかというと、メンタリスト DAIGO さんのチャンネルで公開しているコラボ動画、中田さんの読書術という動画を見て、私が思う英会話学習と同じだなと思うところを解説を加えながら皆さんにシェアしていた動画が前半にあるんですけれど、そちらを見ていただけますでしょうか。今日もそちらの動画のリンクは概要欄に貼っておきますので、まだという方はぜひ見てください。 Shall we begin?大事。中田さんが選んでる時はテンション上がって、俺はもう今日から賢者になるという風な勢いでっていう話をしています。本当にわかるって声に出すぐらいわかります。これも英会話学習だけじゃなくて経験皆さんあるんじゃないかなと思います。私も経験あります。やっぱりダイエット本とかジムとかいろいろパーソナルトレーニングたくさんあるので、どれ選んだらいいのって思うんだけれども、やろうと思ってる時、痩せようと決めた時ってテンション上がってるから、自分にはできるとかなんかわかんないけど思っちゃうんですよね。でもう一人の自分がいたら、ちょ自分のレベルちょっと考えてよって、なぜ止めてくれないのって思うんですけれども、実際じゃあ購入して、じゃあジム行ってつっても、なかなかやっぱり自分のレベルと合わないことって続かないんですよ。続かないから、しかも結果も出ないわけです。しかもね、なんか本とかプログラムとかも金額がね高い方が効果が出るんじゃないかと思って、で欲が出て判断力を見失うこともありますよね。実際に高いから効果が出るってイコールではないので、安くても美味しいお店もあるし、高くてもあんまり自分の口に合わない料理もあるし、価格と効果はいつも比例はしてませんよね。でそれは分かってるはずなんだけれども、もうテンション上がってる時はそれが鈍ります。まず自分に合ったものは何かっていうところのお話なんですけれども、あまり背伸びをしない、同じテーマがあるとしたら柔らかいものを言った方がいいんじゃないかというふうに中田さんはおっしゃっていました。私もこれだけたくさんの人にこう指導をしていて、中にはやっぱり背伸びをして入ってこられる方も結構いるんですよね。自分は英会話学習をずっとしてきた、だからできるはずだとか、そういった方も結構多くって、そういう方の特徴としてはやっぱり背伸びしたものを選びがちということがよくあります。なので、まあ教材、オリジナル教材とかもこう販売させていただいてるんですけれども、あ、背伸びしてるなと思った時は自分の生徒さんには容赦なくキャンセル入れます。売ったところでその教材が積んどくになって、じゃあ効果が現れるかって言ったら効果が出ないし、また落ち込むだけなのも分かってるので、そんなことをあえてさせないっていうのが私のコースとしてのルールです。で、中田さんも確か動画で言ってたんですけれども、積んどくするのはね別に悪いことではない、後で読み直したりとか後々するかもしれないからって。でも積んどいた状態でやらなかったらやらない癖が出てしまうってこともありますので、そこら辺はね自分と相談しながらやった方がいいかなと私も思います。あえて柔らかいものを選ぶという表現を中田さんはしてたんですけれども、これを英会話学習に置き換えると 70% 以上こう理解できないものがあると、最初はテンションが上がっていてよしやるぞってできるかもしれないんですけれども、どんどん時間も取られたりとか苦痛に変わっていきます。なので全体的にこう見ると、やっぱり徐々にレベルアップした方が確実に効果も出て、その方が時間も早いです。知らない表現がたくさんある、わーすごい、これ学習したらできるようになるんじゃないかではなくって、うわこれ知ってるわ、知ってる表現大体7割、うん、知らない表現大体3割というものを選ぶ方がおすすめです。その方が余裕がある中で学べるし、気づきも発見できるし、新たな知識も受け入れやすいので、それが柔らかいものを選ぶっていう感じかな、英会話学習では。で、柔らかいものから始めて興味を持つことが先、これは DAIGO さんかな、中田さんかな、どっちかが先に言ってました。はい。で、専門的な知識はそれからでいいんだよっていう風に、これ中田さんかな、はい、おっしゃってましたね。もう私も 100% 同感です。最後は、間違えて言うと批判が多い
完璧にやらないといけないと思うとプレッシャー、もう DAIGO さんもやっぱりちゃんとしてないといけないっていう気持ちは行動を止めるっていうふうにおっしゃってました。完璧なんてやりながら作るものっていうか、そもそも完璧なんて実際あるのって私は思ってるぐらいなんですよ。失敗したらリスクが怖いじゃないとかってよくだから考えてから動きなさいみたいなことを言われるんですけれども、でもやらなきゃ分かんないし、実際にやったらできるかもしれないのにやらないことの方が私にとってはリスクだなっていうふうに考えてます。結構昔になんかコースなんだから早くスペル直してくださいとか、コースなんだから間違えちゃいけないんですよみたいなコメントもいただいたりしたんですけれども、そもそも私の中にコースだから間違えちゃいけないっていうルールがないんです。コースだから間違えちゃいけないっていうのは、そもそもだって私がみんなに間違えていいよって言ってるのに、私が間違えないで完璧にいるっていうのもどうなのっていうふうにも思うし、もちろんね間違えすぎたものだけをブワーって言うのは良くはないですよ。でもミスっていうのは誰にでも起こりうることですし、そんなねいちいち完璧にしようと思ってたら YouTube なんて撮れない。私の YouTube を見てやっぱり少しでもねこう英会話楽しいと思ってくれてる方が増えるかもしれないのに、それを私が間違えたらダメだからっていう風に増やせないのは私の英会話コースとしてのこう目的に反するので、前に進まないより進んだ方がいい。そのためには時間を決めてやりましょう。これも動画内で中田さんが言ってたんですけれども、時間内にやれたものが今のその自分の力だ実力だっていう風におっしゃっています。それでもうしょうがないじゃん、もうそうなんだからっていう感じで言ってるんですけれども、本当にそう思います。私も暗記禁止、辞書禁止、15分以上の勉強禁止っていう禁止事項を作ってプログラムを生徒さんに実際に受けてもらってるんですけれども、15分以上の勉強禁止ということで、これが時間内に課題、与えられた課題を提出しましょうというものが15分以上の勉強禁止ということになります。自分時間をかければいくらでもできるっていうふうに中田さんも言ってるんですけれども、それってテストと同じですよね。TOEICだって2時間あるんですけれども、それがもしかしたら時間無制限だったら時間かければスコア上がる人っていうのはたくさん世の中にいると思います。でもそれじゃ自分の力を測れないんですよ。だから限られた時間の中で学習をする、でその中で間違えてもしょうがない、できなくてもしょうがない、まずはそれを受け入れる。受け入れたところでじゃあ自分のレベルでじゃあ手を伸ばして届きそうなものは何なのかっていうのを考える、でそれに対して行動をしていくということが大切です。やる、間違える、受け入れる、手の届く位置を確認する、そして行動するっていう、もうこれのずっと繰り返し、これをずっと長く続けていく方が英会話の習得は断然早いです。はい、ということで今日はメンタリスト DAIGO さんのチャンネルに上がっているコラボ動画、中田さんの読書術を英会話学習おすすめ法というか解説というかになるんですけれども、いかがでしたでしょうか。それでは I will see you next time. バイバイ。